八戸市中心市街地。八戸市中心市街地は、青森県八戸市の中心市街地である。略称は、中心街。八戸市中心市街地は、八戸駅から東部に 5km、本八戸駅から南部に 500m と離れており、八戸市のほぼ中央となるやや高台の環境にある。八戸市町、商工会議所、銀行。 小売業店舗がこの地域に集積しており、町横町周辺は、歓楽街としても著名である。八戸三社大祭や縁降りなどの神事が行われているほか、八戸保護店や八戸七夕祭りなどの祭事も催されている。八戸市中心市街地は、八戸藩における城下町発祥の地である。1630年、寛永7年。 西側の根城周辺に存在した根城町から3日町、町、13日町、23日町へ、東側の荒井田城周辺に存在した、荒井田町から8日町、18日町、24日町へと八戸城、柏崎城の説る周辺に移り、新しい城下町の町人町が設けられた。1664年、漢文4年、八戸藩の初代藩主、 南部直おふさが、八戸城を正式に築城し、八戸藩が始まり城下町として整備がされた。なお、この時整備された城やため池は現在では三十八城、公園、八戸市町、八戸市公会堂、八戸市美術館、旧八戸税務所、八戸市立図書館、旧八戸市立長者小学校、旧八戸市立柏崎小学校、長者マディング広場、 旧八戸市立市民病院、長年運動公園、本八戸駅といった施設の用地として利用されている。明治、大正時代に、耐火で甚大な被害を受け、八戸大火、大火前の建築物はほとんど残らない状況にまで、なった。一方で、第二次世界大戦中の空襲は、終戦によりかろうじて回避されたため、都市基盤は維持された。第二次世界大戦後、 アメリカ新中軍の影響で1950年代前後に映画館やキャバレーが進出し、長横町や高庄工事、道町の観楽街が誕生した。また、旧国道45号では、表通りと長横町通りを上り方向、裏通りと寺横町通りを降り方向として1968年、昭和43年に一方通行化が実施され、 渋滞一しかった八戸市中心市街地内の交通円滑化がられた。長根では旧八戸公園の施設であった八戸タワーと八戸市児童遊園地の跡地に八戸市体育館と八戸市武道館が建設された。これにより八戸市としては初めての総合運動公園の整備が図られてった長根運動公園。1964年 昭和39年の新産業都市指定を契機に、都市化が進展してからは、三日町、十三日町を中心に、県外資本の大型店が相次いで進出し、商業集積と商店街の外区拡大をもたらした。本八の平役周辺における内丸から、番町、三日町、十三日町、六日町、中央通り、八日町、十八日町、昨日町、 十三日町、十六日町、荒町、寺横町、大区町、加治町などの各商店街からなる県南地域を代表する商店街が形成されてきた。昭和五十年代には八戸市公会堂や八戸市立図書館、昭和六十年代には八戸市美術館などの集積も進んだ。平成に入ると八戸市中心市街地からの大型店の移転や、 閉店が相次ぎ集客力が次第に低下する。1994年、平成6年の三陸遥沖地震により、八戸市中心市街地の商業ビル、八戸市町、移転前の八戸市立市民病院などが大きく被害を受ける。東日本大震災でも商業ビル、ホテルなどが大きな被害を受けることとなった。現在では、八戸ポータルミュージアム、 八戸ブックセンターの開設、老朽化した八戸市美術館の建て替えや、屋内スケート場の建設が進められている。本屋坂の工事は再び動き出した。電線地中化も順次進められている。ここでは、抽選から現在までの八戸市中心市街地の変遷について年表形式で記述する。2010年代から長年運動公園における、 施設の移転が行われており、八戸市中心市街地の見通しは依然不透明である。また、公用閣による再開発において、市主導で実用書を扱う、店舗整備が検討されてたものの、実用書は文明の利器であり、文化にそぐわないという観点から批判が上がっており、それが生かされて、八戸ブックセンターの建設に至った。一に合わせた数字のが多く、 北の表通りにおけるそれぞれの町と南の裏通りにおけるそれぞれの町の数字を対にして合算すると必ず1位の位が縁起の良い9になるよう設定されていた28日と21日町、18日町と11日町、8日町と昨日町、3日町と6日町、13日町と16日町、23日町と26日町。江戸時代には 表町と呼ばれていた。八戸城下における町人町だった奥南の北部地区で表通りの両側に沿う形の東西に伸びる柏崎四丁目、塩町、柏崎一丁目、二十日町、十八町、八日町、三日町、十三日町、十三日町、荒町、新荒町の総称として表町と言われていた。八戸市内で唯一、 三車線が用意されている一方通行道路であり、国道340号における旧国道45号区間は、電線地中化がほぼ完了しつつある。江戸時代には、裏町と呼ばれていた。八戸城下における町人町だった奥南の南部地区で、裏通りの両側に沿う、形の東西に伸びる柏崎二丁目、課題区町と二十一日町、十一日町、 昨日町6日町、魚町、十六日町、曝露町、二十六日町、七津や、大区町、城大区町の総称として、裏町と言われていた。八戸市中心市街地に位置するバス停留所は、行き先や名称が異なるため、2010年、平成22年4月1日から一部の名称を、八戸中心街ターミナルに統一し、旧称を副名称に位置づけた。 同年10月7日から、八戸中心がイターミナルモビリティセンター、モビ線が2016年、平成28年3月31日まで設置され、バスの案内なども行われていた。高速バスの乗り場は11日町8日町、中央通り、6日町、高速バスの降り場は8日町3日町、桜山へと移動している。3日、上交差点から8日。 超停留所の間にある385観光の前には路線バスの校車専用停留所がある。この停留所は獣鉄バスの三沢空港行きのバスの乗車専用停留所でもある。このほか、主要停留所において待ち時間を知らせる電光掲示板の設置や上限料金制の導入などが実施されている。 1970年代から八戸市中心市街地再開発構想が持ち上がっていた。1994年、平成6年に三日町と番町にかかる大規模な商業施設の建設計画が持ち上がり、当時の構想は大型店やホテルを取り込んだ2.4ヘクタールのビルを建設するものであった。しかし、バブル崩壊による不況のため、 各テナント誘致が困難な状況となった。さらに、八戸市中心市街地は公共施設の入居を希望していたものの、当時八戸市では、八戸市立市民病院、清掃工場建てのために財政的な余裕がなかったため頓挫した。1999年、平成11年に、三日長番町地区市街地、再開発事業計画素案が策定され、 再び再開発ビル計画が浮上した。大型店、専門店、駐車場を合わせて、総面積8.2ヘクタールの計画であった。しかし、2001年にマイカルが民事再生法の適用を申請したため、再び暗礁に乗り上げた。そこで、将来的な一体化を目指し、桜屋百貨店八戸店の建て替え構想に、 先行して、八戸ポータルミュージアム建設に至る。また、地場資本による回帰が進んでおり、旧、長崎屋ビルの田辺組による、買収開業、旧丸松ビル、旧レックビルの葬儀屋による、買収開業、旧三軒ビルの東北資本による、買収開業といった動きが出てきている。さらに、八戸市長に、資金の番長では、 官民両面からマンション建設もラッシュになっている。ただし、旧来の百貨店、三春やと桜や、ファッションビル、地位の八戸絵とビアノバを主とした、二角一モール型の構成には大勢において変化はない。バブル崩壊以後、八戸市中心市街地は、大型店の郊外移転、進出、撤退、公共、公益施設の移転、モータリゼーションへの対応の遅れなどの要因により、 空洞化が進行している。最近10年の人口を比較すると、八戸市全域及び、八戸市中心市街地とも減少しており、また高齢化率の増加などもあり、八戸市中心市街地の商店数、従業員数、商品販売額、売り場面積ともに減少している。一方で、地場資本百貨店2店、三春屋と桜屋がそれぞれ中号グループと、 桜屋グループという東北資本百貨店へ再編されて、自己資本不足ないしは、市内からの撤退が防がれてきたこと、駅中、駅前への大型店の出店が比較的抑制されてきたこと、八戸市中心市街地が南北だけではなく、東西にも広がり、下端から終端までの距離が長くないこと、容石が過剰なビルの建設が推進されてこなかったことなどにより、 過去100年の間、おおむね一定といえる、地区形態の維持に成功してきた。現在では、2008年、平成20年8月の八戸市、中心市街地活性化基本計画の内閣府認定に対応して、行政や市民、各関係者の間で協議、対策が取られ、マンションホテル、観光層最上、老人ホーム設のほか、2011年、平成23年には、 中心市街地地域観光交流施設建設といった動きが出てきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。